はい、こんにちは。本日も映画紹介、感想いきたいと思います。ずっとしばらく名前言ってなかったですけどね。チャンネル名を、佐伯和でございます。チャンネル名を考えております。はい、今回は、これですね。言ってた、深夜食堂。渋いっすね、これ。はい、映画の内容も渋いっす。はい。いや、良かったですね。これ、出てる役者の名前を全員挙げたくなる系の映画です。はい。なので、ある程度、ほとんど全員書きました。ちょっと書けなかった人もいますけど。渋いっす、この映画。2014年公開。監督松岡丈二さんですね。バター資金魚とか、さよなら黒とか作って、さよなら黒は見ました。妻夫木君の犬の、学校で犬飼ってる映画でしたけど、これも良かったですね。松岡丈二監督好きです。はい。主演が小林薫さん。小林薫さんも数々あるんですけど、一番インパクトあるのはやっぱり、自分らの時は不揃いのリンゴたちの酒屋の中井貴一さんの兄貴役。ちょっと無口で、まあこの役もそうなんですけどね。無口でボソッとこうなんか言う優しさがある役でございます。ぴったりの役でございます。それだけでも価値がありますね。はい。で、フアマン作さんがおじちゃんですね。常連のお客さん、食堂なんで。で、小田切丈さん。よかったです、小田切さん。警察官役。なんかちょっと、こう、引き出しがまたすごい増えたんじゃないかなっていう演技してましたね。極端な警官なんですけど、まあ、いそうだなっていう警官ですし、よかったです。で、多部未華子ちゃん。この方もいいですね。どれも怪しい彼女っていうのも良かったんですけども、大好きですね、多部未華子ちゃん。すごくいいと思います。で、安藤玉恵さん。これは、たまにお顔を、見る方で、一度見たら忘れない、ちょっとインパクトある顔をされてる方ですね。で、懐かしいところ、土井道隆さん。これちょっと準主役みたいな、感じですね。で、宇野昌平さん。この方も今、制作スタッフからなんか映画の撮影現場入っちゃって、なんか売れてきちゃったぞみたいな人ですね。はい。なんか、罪の声かな。あの役もぴったりでした。で、綾田俊樹さん。東京乾電池の人です。はい。そして、伊尾公子さん。よかったです。はい、ようきみこさん、よかったです。そんな、なんていうのかな、大事件が起きるお話じゃないんですけど、いや、本当に役者のここがこう出る映画ですね、これ。で、他、須藤理沙さんとか、3人娘がいるんですけど、いつも常連で食べに来る。他2、3名、ちょっと、ま、名前挙げられなかったんですけど、全員なんか名前あげたくなるような映画でしたね。はい。これ、なんか深夜からやってて、映画化されて、なんか時代背景がよくは、ちょっとわからない、最初、ずっと、携帯、なんか途中一箇所出てくるんですけど、ただ、なんか思ったのは、そんなの関係ないなっていう、なんでしょうね。なんかそこは不思議ですね。作り方がうまいのか。時代背景どうでもよくて、新宿の、ハーモニカ横丁じゃねえや、それ吉祥寺か。ってあれ何でしたっけ、路地。ゴールデン街か。ゴールデン街みたいなところをイメージしてもらうと、ああいうところで営んでる食堂、または、まあ、お酒出せるところなんですけど、基本的にはなんかね、一つ、豚汁定食とお酒、ビールしかメニューに書いてなくて、
基本的にはそれなんですけど、ただ常連のお客さんばかりなんで、基本的に何でもメニューは一応豊富なんです。なので、その人には言われたらナポリタン作ってあげたりとか、ある程度メニューは豊富なんですけど、看板の普通のメニューとしては、その豚汁定食、ビールしか置いてないみたいな。で、無口な、小林薫さんが絵になってますし、言ってしまえば高倉健さんみたいな、その存在に近いんじゃないですかね。そういう背中映してても絵になるというような感じで。で、特にやっぱ良かったのは、やっぱ陽気みこさん、やっぱすごいですね。数々普通のお芝居のところがやっぱ光るなっていうところがあって、登場で扇子じゃない、あれ暑いから持ってんのかな、ちょうど持ってるわ。こんな感じの持ってるんですけど、実際人に会った時ってこう全開でこうやらないなーってつくづく思ったんですけど、演技ではやっぱやってないんですよね。入ってきて「はあ」とか、なんかわざとらしくやんないんで、なんかちょっとこの辺でもぞもぞこんな感じで出すんですけど、それが自然にすごく見えたりとか、実際そうだよなーっていうような、そういうのが数々あったりとかして、やっぱ違うなーと思いましたね。で、僕はまあ多部未華子ちゃんももうさすがだし、まああと小田切丈さん、やっぱ不破万作さんもやっぱもちろんいいんですけど、小田切さんもちょっとトンネル抜けたんじゃないですかねみたいなふうに思いましたね。僕とオカンと東京タワーの時からだいぶ経ってると思うんですけど、ずっと出てたからちょっと行き詰まり感を感じてたんですけど、なんか今回のでまたすごいいろんな演技見せてくれるんじゃないかなって。ペイペイの CM かなんか出てますけど、あれもなんか面白いですよね。小田切丈さん。これは、なんつったらいいんだろうな。もう大絶賛とかじゃないんですけど、全て役者さん見る価値ありますし、ほのぼのしますし、87とかですかね。見る価値ありますっていうようなことですね。ちょいおすすめとか、そんな感じです。そんなとこでございましょうか、今回は。で、まだ見てないの。ハンガーゲーム、風の谷のナウシカ、それからレッドと、いう感じでございます。あ、くしすいません。寒くなってまいりました。以上、映画紹介感想でございました。またねー。